し江戸川乱歩は猟奇的な世界を描くことで流行作家として一世を風靡していた。私の作品は書き上がるとすぐに雑誌に掲載され、次々と活動写真にもなった。しかし私の作品は公序良俗に反すると評され、発禁処分になることが多くなった。私は作家として虚しさを覚え始めた。いつしか私は自分の描く世界に疑問を抱くようになり、ついには全く筆が進まなくなってしまった。そんなある日、私の作家人生を変えるような事件が起こダメだ。書けないものは書けない。先生、下宿へ行く。今日は家賃を取り立てる日だ。横溝君、君も来るかね。先生、そんな副業にばかり精を出してるからこの原稿が書けなくなるんですよ。先生の新作を期待している読者をどうするつもりなんですか。僕は編集者として。あ、先生、ちょっと待ってくださいよ。僕も行きますから。あれ、野々村さんですね。便所にでも行ったのかな。さあ先生、さっさと家賃をもらって仕事に戻りましょう。家賃ね。あ、動けるようになってる。何やってるんですか。そこは空き部屋でしょ。空き部屋か。こっちは何やってるんですか。そこは空き部屋でしょ。なるほどね。野々村さん、まだ便所みたいですよ。そうですか。なんか音がしますよ。こりゃ居留守だな。居留守か。轟さん、いるのは分かってますよ。手間をかけさせないでくださいよ。先生は忙しいんですから。お、開いたよ。う先生、悪いね。昼寝してたんだね。家賃だろ。ほらなあ先生、家賃少し下げてくれよ。ここんとこ天気悪かっただろ。俺たち敵屋は雨だけには勝てねえんだよ。なあ先生、考えといてくれよ。そうそう、それとよ、屋根裏に猫が入り込んじまってるらしくてよ、ガタガタうるせえんだよ。なんとかしてもらえねえかな。猫ね。じゃあ頼んだぜ。なるほどね、こういう感じか。家賃を下げろだの猫だの、まあ文句の多いやつですね。まあちょっと専務っぽいよね。あれ？特に何もないか。あら先生、今日はお家賃の日でしたわよね。はい、きちんと用意しておきました。それと先生、時々どこかの部屋から女の人の声が聞こえてくるんですの。この下宿、女の人入れちゃいけないんでしたわよね。なるほどね。ちょっと調べてみていただけません？じゃあ失礼いたします。猫と女か。しかし、いつ見ても気持ち悪い男だな。女の声がすると言っていたね。誰か女を連れ込んだりしてるんですかね。うん、誰だろうね。お、便所？入ってます。あ、こっからは進展がないかな。入ってます。進展ないね。うん？特に変わったものはなさそうだ。ダメよ、そんなことできないわ。あれ？先生、ここ空き部屋のはずですよね。どうしてだ？君だってこうして僕と。先生、誰かが合いびきに使ってるんじゃないですか。あら。中から鍵がかかってますよ、先生。ん、どうしたらいいんですか？これは鍵を開けないと入れませんね。鍵を開ける。横溝くん、鍵はどこにあんのかね。鍵を探すんですね、多分ね。お、この部屋は？ん？特に何があるわけでもないな。特にはないね、何にもね。鍵か。どこにあるんでしょう、鍵は。まだ便所ですかね。腹でも壊してんのかな。まずはトイレに行こうか。なるほどな。まだここは違う。鍵を見つけるのが先か。まだ何かご用ですの？じゃあ失礼いたします。別に聞くわけでもないのか。鍵ね。あ、こっちも行けんの？どこ行くんですか先生。あれ、怒られた。あれ、どっから来たんだっけ？こっちか。ここが書斎でしょ？ありましたね。下宿の部屋の鍵ですね。よし、行きましょう。行きましょう。戻りましょう。さあ、入りますよ。あ、これか。妙だな。5号室の鍵がない。まさか誰かに盗まれたんじゃないでしょうね。どうしましょうか。ね。空き部屋から入れないの？よし、入れた。屋根裏行けるんじゃない？押し入れとかから。そうか、ここから屋根裏に上がれるんですね。上がれる。屋根裏だ。うひゃー、埃だらけですね、こいつは。これ狭いね。しかし、ああ、そういうことか。覗き穴。へえ。やろう、また猫が入り込んじまいやがったな。あ、やばい。出ていけれい。はあ、びっくりした。なるほど。じゃあこっち側だ。ここの隣か。ここかな？さっきの話、よく考えといてくれよな。あれ？無理よ。やっぱりここを合いびきに使ってやがるんですよ。下で待ち伏せしてやりましょうよ。なるほど。下に戻んのか。どっから来たっけ？あったあった。急ぎましょう先生。はーい。はい。お、ありゃ？逃げられちまったか。なんか探すんでしょん？2000どうかだ。なんでこんなところに。あれ？先生？はい。どうしたんですか？そんなところで。あ、野々村君。先生、家賃をもらいに来たんだ。あ、そうか。部屋に来てください。用意してあります。まあ、とりあえず家賃を受け取ってしまいましょうよ。そっか。他に何も調べるものはないのかな？何も入ってませんね。そうか。ここじゃないな。何もなさそうですね。じゃあ野々村くんの部屋に。はい、先生。お、ご苦労。3ヶ月分前渡ししておきます。田舎からまとめて仕送りがあったものですから。うん、随分景気がいいんだね。ある時に払っておかないとね。じゃあ僕は勉強がありますんで、そろそろ失礼します。はい。ん？となるとどうすればいいんだ？合いびきに使ってた男女を見つけないといけないのか。トイレかな？あ、トイレは何にもなかったな。ん？じゃあ応接室とか？もしかここの空き部屋？お。ここは。何もなくないか、今のところ。ないね。うん、誰もいない。ってことは？アイテム2000どうかについていろいろ聞いてみるとかできるのかな。すいません、勉強したいんで明日にしてください。そうか。はい、何でしょうか。お家賃にお釣りはなかったはずですけど。うん。じゃあ失礼いたします。もう書斎に帰っていいのかな。じゃあ書斎に帰ろうか。先生、はい、先生、合いびきしてた2人のお顔はっきり見ました？なんとなく。落ちていた2000どうかといい、一体何なんですかね。何でしょう、わかりません。じゃあ先生、そろそろ僕はおいとまいたします。あ、そうだ、先生、何ですか？貸してもらえますかね。ちょっと細かいの切らしちゃってるんで。そうか。お金っつった？助かります、先生。あれ先生、この2000どうかなんか変ですよ。あら、開く。先生、手紙ですよ。ん？なんて書いてた？3月27日？何なんですかねこれ。なんでしょうね。3月27日3時。わからん。まあいいや。先生、調べるのは明日にしましょう。そうだ。はい。ここまでのことを忘れないように原稿用紙に記録しておきませんか。もしかしたら小説のネタになるかもしれませんよ。なるほど。じゃあまた明日来ます。そういう流れでセーブをさせんのか。下宿の空き部屋を見知らぬ男女が合いびきに使っている。その部屋の合鍵を誰かが私の土蔵から盗んだ。この2人が盗んだのだろうか、それとも下宿の誰かが。2000銅貨のからくり。3月27日3時。何かの約束のようだが、とにかく明日下宿の人たちに2000銅貨のからくりを見せてみよう。なるほどね。そうすれば何かわかるかもしれない。はい。あ、これでセーブか。